果樹研究所果樹研究所は、かつて、茨城県つくば市東本にあった、農業、食品産業技術総合研究機構の研究所の、一つ。英語表記は、ナショナルインスティチュート・オブ・フルーツ・ツリー・サイエンス。同じ農研機構野菜茶業研究所の茶業、研究領域と統合、再編され、2016年4月1日より、農研機構果樹茶業研究部門となった。 梨の放水、香水、リンゴの富士、桃の暁などを育成した。近年では、栗のポロタン、ぶどうのシャインマスカット、梨の秋月、柿の太秋などを育成している。アメリカ合衆国の首都ワシントン DC のポトマック下半には桜並木があるのは有名だが、この桜は、明治の終わりに、当時の東京市長、尾崎幸雄が送った。 その送られた桜の苗木の育成を担当したのが、当時の農商務省農事試験場演芸部である。この、ワシントンの桜と兄弟の桜が、オキツ拠点に植栽されており、ウスカン桜と呼ばれて親しまれている。桜が満開になる2月には、研究拠点の一般公開が行われ、これに合わせて、地元オキツ商工会による、オキツ塾サム桜祭り、また JR 東海による、 爽やかウォーキングが行われることから、毎年5000人近い大勢の見学者が訪れる。ありがとうございます。